はい、皆さんこんにちは。ケワイシヒデです。ケワイシヒデのワンポイントアドバイスです。今日ですね、コミュニケーションについて、少しお話しさせていただきます。コミュニケーション、ここにコミュニケーションプラスメイクとついてます。コミュニケーションメイクって何やろっていうことですね。でコミュニケーションというのは情報を相手に与えるということになりますが、まあ、一方方向的にこの情報を与えるのではなくて、まあ、相互理解ということでコミュニケーションメイクというのはですね、自分だけのその顔を作って相手に見せるっていうことだけではなくて、相手の顔も見ながらこう情報を取り合いするという、いわゆるそのメイクを、見てですね、まあ自分のメイクもそうなんですけど、相手のメイクを見ながら、そして相手の、まあ、趣向というか考え方とか、まあ、こういう趣味があるやろうなということをある程度理解をしてあげながら、それからコミュニケーションを取るというのが、まあ、一つの概念なんですね。でコミュニケーションメイクというのは、まあ、いくつかありまして、1、2、3、4つまで、ちょっとパターンを変えています。一つ目はですね、まずご自身のお顔を見ながらご自身だけでコミュニケーションを取る、いわゆるその自分のコミュニケーション、自分だけのコミュニケーションですね。これはもう周りは関係なくて、自分が例えば、20代の時どんなメイクをしてたかとか、30、40になってきてですね、だんだんこの自分の変化に応じて、まあ、メイクを変えていかないといけませんから、そのメイクに対する、まあ、いわゆるそのコミュニケーションの取り方、これを、まあ、一つ学ぶというのが一つ目です。で二つ目は、いわゆるその自分と相手、つまりその自分の顔がですね、相手にどういう影響を与えているかということを、まあ、考える。例えばそれが彼氏であるとか旦那さんであるとか、まあ、そういう一対一ですね、対面に合わせて考えるという、これがまあ2つ目がコミュニケーション、いわゆるその好感を持ってもらえる好感メイクっていう感じにも取ってるんですね。一番は自信メイク、いわゆるその自分の顔が自信を持てるようにするっていうのが一番は自信メイクと言ってます。2番目は好感、好感度を上げる好感です。好感を持ってもらえるような、そういうメイクをするということですね。で3つ目はですね、今度はその1対1でなく、1対いわゆるその職場であるとか、まあ、家庭でも子供さんとか、お姑さんとかね、旦那さんとかいてますよね。だからある程度集団、いわゆるその自分の置かれた環境に応じて自分をどういうふうに見せていくかという、これがまあ、一つの、いわゆる僕の場合はその働くメイクと言われています。旗を楽にしていくメイク、いわゆる旗を楽しくさせていくメイク、旗に癒しを与えてあげる、旗に勇気を元気を与えてあげる、こういうふうな意識をしたメイクということで、まあ、働くメイクと入れてるんですね。で4つ目はですね、まあ男性の方は、まあ、メイクなんか関係ないと思ってると思いますが、男性の方にもこの女性のメイクの仕方とかお化粧の仕方をですね、知っていただく、まあ、そういう知識を持っていただくだけで、まあ、男女間の、まあ、コミュニケーションの取り方、会話の一つにも、まあ、増えるということでね。例えば職場であれば、まあ管理職をされている男性の方が、女性の方に向けて、まあ、朝のメイクを見たらどういうふうな、まあ、心理状態かというある程度分かるとですね、そこに、まあ、潤滑になりますよね。コミュニケーション潤滑になります。まあ、そういうことを考えているのが4つ目のコミュニケーションメイクなんです。まあ、大きく分けて1つ目は個人、いわゆる公ですね、1対1ではなくて自分自身に向けたメイクで、2番目はですね、1対1、いわゆるその個人に対しての対面のメイクってことですね。で3つ目は職場であるとか、まあ、社会全般にある置かれた環境に応じて自分をどういうふうに持っていくかというメイクです。で4つ目は男女の架け橋を、いわゆるそのギャップを埋めるための男女の架け橋的な、まあ、いわゆるそのそういうメイクを、まあ、4つ目のコミュニケーションメイクと言ってます。まあ、こういうコミュニケーションメイクをですね、ぜひたくさんの方に、ね、理解していただいて、その一つ一つに応じたそのメイクの仕方というのはまた奥深いので、それはまた伝授させていただけます。とりあえず今日はですね、この全体的なコミュニケーションメイクというものを理解していただけたらありがたいと思います。ということで、また皆さん元気にお会いしましょう。ケワイシヒデでした。ありがとうございます。